おはようございます。今日はありがとうございます。次元上昇龍人ライブおはようございます。今日はね12月13日じゃないですか。12月13日ってあの日本で言うね皆さん知ってらっしゃるかな。お正月ってお家に神様来るの知ってますあのそのためにお飾りっていうのがあるんですよ。お飾りであったりあのこう玄関のところにこう飾るものであったりとかこの、えー お飾り餅ってあるじゃないですか。ね。それは神様に、ここに来ていただきますよっていう準備をすることで、神様が来てくれるんですよ。でね、この12月13日っていうのが、年神様が、年神様を迎えますっていう準備を始めるときなんですよ。なので、まあ、あの、早いとかでも、その、 12月13日バシッと決まってるところもあるかもわからないですがまあ今日から年、まあ、神様を迎えるという準備だっていうことはちょっと分かっておかれたらいいかなと思ったりします。まあ年神様を迎えるためにということで、えー、絶対準備をしなくてはいけないのはまあ,あのお飾りっていうのは何のためにするかっていうのあるんですよねこの玄関のところ。あれはね神様に 私のお家はここですよっていうことをお知らせしてるんですよ。なので、お知らせをしていない家っていうのは、やっぱ神様もね、なかなか、いや、ここ入っていいんかいなって思うわけですよ。やっぱり、すべてが、まあ、あの、なんていうんですか、準備をされたところに、こう、入ってくるっていう状態ですよね。この次元上昇、朝活、ね、龍神ライブでもそうですけれども、意識する、行動する、 で、準備するっていうことがあるから、受け取れるっていうことなんですね。なので、12月13日、今日から年神様を迎える準備ですよっていうことを覚えていただいたらいいと思うし、お飾りはあなたのお家の目印ですよっていうことを覚えておいてもらったらいいと思います。なのでね、あの、やっぱりこう、飾りとかも、こう、なんていうんですか、本当にこう、昔ながらのこちゃ、こう、んうんですか、麦とか藁とか使ったものとかはすごく、 エネルギーも高いと思うのでね、そういったものもあると思うのでね、ぜひぜひ、あのー、今から準備やから、全然ね、間に合うと思うのでね、あのー、玄関にね、やってください。<laughs> やってくださいって変ですね。まあ、あの、日にち的にはね、今年はもう圧倒的に28日がいいです。もう、あの、いろいろね、すべてを見た中でも28がいいです。なので、まあ、28ま日までにご用意されて、28日に玄関の、あのー、ドアを 吹く。吹いた上で、あの、セット、セットインですね。されるといいと思います。どうしても間に合わない人は30日かなと思いますけど、今年はね、あの、本当28が一番ベストな日なのでね、あの、そういった、えっ、ー、と、飾りをインすることね。それと、お花とかも、なるべくだったら、私もね、あの、ギリギリの方がお正月お花持つかな、とか思ったりするんだけれどもね、今年はちょっとね、あの、28日がすごく、 良き日なのでね、28日にもう、なるべくすべてをインしようと思ってるんですね。そうすると、まあ、後々は楽ですよね。29、30、31ってすごく楽になるので、まあ、お飾りをね年上様を迎えるためにセットインした上で、ご自身とこのお家のお花を飾る、あと、お正月だからお供え物ですよね。これのあの 年神様にどうぞいただいてくださいっていうものなのでね、ぜひその3点はぜひされることによってね、年神様を迎えるっていうことができます。そしてね、お正月にね、年神様を迎える準備をされて、年神様に来ていただくお家っていうのは、やっぱり一年守ってもらえるであったりとか、やっぱりこう、家計が繁栄する。 っていうことになるんですねなのでぜひぜひねあのー、心がけられるとといいいかなと思いますそうあのー、ねクリスマス気分はわかるんですけれども、まあ、そういったことも覚えておいてもらったらいいかなと思ったりしていますあとねあの新月じゃないですか新月これ終わった後この前もお話ししたけど8時31分なんですねそして今回のえっ、ー、と新月はえっ、ー、とね もう今、当時に近いですから、一部もう本当に夜、えー、4時半ぐらいになったら暗くなるじゃないですか。なのでね、あの、今回の新月は、その暗い時に書くよりも、明るいうちに書く方が効果あるんですよ。この前ね、この話ちょっとしていなかったのでね、ぜひぜひ、ちょっと、あの、お時間がもう前倒しで書ける人は、もう朝でもいいので、8時31分以降にね、 えっと、明るいうちに書くことがいいです。そしてね、いや、私ちょっとやっぱりよし、許しか無理っていう方は、この前お話したみたいに、ちょっとキャンドルの火の力を入れられるといいかなと思ったりしますね。今日のね、新月はこの前も言いましたけれども、いて座なので、弓をですね、放って、的に当てるっていうのを普通思うんですが、的になるっていう気持ちでね、自分の的を絞ることによって、これ逆転の発想なんですよ。これが次元上昇の一つの、 あの方法ですねあ皆さんは普通、イテザーだったら、えっ、ー、と、こう、的があって、弓を引いて、自分あのこう、弓を放つというイメージがあると思うんですが、弓を絞って、的に当てるのではなく、あなたの的を絞ることによって、エネルギーは来るよっていう、これ、これが全くの逆転のね、思考の考え方なんですけど、そういう意味合いを持って、 ちょっとね、新月の願いもね、書かれるとね、いいかなと思ったりします。やっぱりエネルギーっていうのは流れてるんですよ。なので、自分がどんな、えー、的を絞るかによって来るので、だから今回の新月の願いもね、この前も本当お話したんだけれどもね、しっかり決めるっていうことですね。やっぱりこうね、一つ一歩になると思うのでね、されたらいいかなと思ったりしています。それとあの、さっきお話した年神様の。 ご用意を今日からね、できるのでね、ぜひぜひ、あの、まあ、準備ね、どん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 されていかれるといいかなって思ったりしています。今日もね、あの、本当に、まあ、今日言ってた新月なので、まあ、そういったことをしていただくっていうこととね、ちょうど13日は年神様を迎える時ですよっていうことをねお、お伝えさせていただきました。ある意味ね、二つの年っていうのは、あの、江戸の中で、 これ知ってます架空のものなんですね。竜ってののものなんですねでもその架空のものだからこそのエネルギー体っていうのはこれが次元上昇なんですよ今までだったらね目に見えたものにこうある意味こうそこにシフトしていましたよね。でもこの竜のエネルギーっていうのはその江戸の中でたった一つこの世の中にいないもの。 この世の中にいないからこそ、底知れないエネルギーがありますよっていうこと。そしたらそういったエネルギーを、えー、使いたいのであれば、こういったね、目標を絞るっていうことを、まずちょっとね、準備段階としてされるっていうことがすごくいいと思います。ある意味本当にね、自分自身が変わりたいであるとか、あの、やっぱりこう、一度のね、人生なので、自分のね、こう、人生を謳歌したいっていうのであればね、特に、まあ、こういった新月の エネルギーを使うっていうこととね、あの、的を絞るっていうことをね、されるといいかなって思ったりしています。今日は新月の願いと、年神様のことをお話しさせていただきました。今日も、あの、ご視聴ありがとうございました。